の我が海の現し部隊は西南信濃空を覆して縦横に飛び、本命生徒の空襲や高架橋系通橋軍事施設の爆砕と連日苦心の爆撃を続け、その確確たる戦果は我が航空史上に輝くページを記録してゆきます。中止艦隊報道部丸々基地10月26日午後7時発表。本日長谷川部隊の戦闘機体は飯田隊意識のもとに単独長駆正統空襲新進飛行場上空において敵機10機と遭遇、空中戦闘の結果全機を撃墜せり、戦闘機単独長駆襲撃の記録的戦果を収めた生まれの現しは、戦い終わった26日夕刻全機銀翼を連ねて基地に帰還しました。地上に待ち焦がれた戦友は飯田部隊長らの愛機に殺到、歓呼の声を上げて輝く主君をたたえ、迎える者迎えられる者、深紅の勇姿燃え盛るうちにただ感激の劇的シーンを展開しました。かくて夕闇ようやく迫る航空基地に無事報告を終えた我が誉れの八勇士は、また明日の爆撃行を誓うのであります。